こちらです、最後。つばぜりに勝ち、その後でとどめ事件発生。つまり、つばぜり勝たないとね、多分ダメなんでしょうね。ですが、必勝パターンを見つけます。必勝パターンを見つけます。ほら、来たね、意味。やばいの来たやんか。一人の時でも結構苦労しとるさ。最強魔人ダークウェイもこんな風に来やがってや。いやー、やばいな。まずはね、武闘家でお相手します。まずって言ってんじゃん。もう負ける前提ですよ。まずはね、これで勝負や。ふざけてる。なんかふざけてるようにしか見えないんですけど。もう負けるからガンガン行こう。もう。さあ、来ました。魔人ダークドリアム。いや、かっこいいじゃん。二人のウルドンだぜ。オーシャンクロコとウルドンが2体いますんでね。はい。で、問題はつばぜり合いに勝てるかどうか。勝てればワンチャンありますけど、勝てなかったらもうその時点でほぼ負けみたいなもんですよね。とりあえず一旦目ね、このチーム耐久なさすぎるんで、風のマット貼ります。一旦目はね、ダークドリアム何度も言ってますように、特技固定になりますんで、ここはね、防げます。確実に。で、2ターン目のね、異定使うとと、魔法攻の後にやる感じですかね、基本的には。ドリアムは、魔王補正。そう、魔王の中でね、勇気が溜まりやすいかな、魔力。そう、魔力が溜まりやすいっていう仕様があって、ダークドリアム。よいよしよ。ただ、しっかり当てていかないと、あと、会心です、このチーム。あのね、正直、会心は言う通りじゃないか。会心を狙わないと、ほぼほぼ出ないと言っていいです、打点は。なんで、まあ、会心が狙いやすいウルドンたちをちょっと今回採用してみました。どうでしょうか？おめえら会心や言うたやないか。みんな回っとるさっきから。全員なんか会心狙うんや言うとるのに別の行動し始めるもん。ま、ここは防げます。大丈夫です。で、どっちかといえば、いらない避けをしてるね。いらないんだよ、その避けは。その避けは次でやってくれや。さあ、こっからですよ。とりあえずね、会心でやっていきましょう、2ターン目は。2ターン目はダメージ与えたいターン。本当はね、ギガデイっていうのも手なんですよね。与えづらいっていうしね、ダークドリアム特性を利用した。さあ、武闘家の素早さから軽く。会心出してけー！オッケー！よーそれそれ。会心出さないとね、やっぱ。あ、いくつかのラッキーじゃない？方向でね、止まるったりするのが負け筋なとこあるから、ここはラッキーです。オッケーオッケー。さあ、ウルドン頼むぜ。ウルドン2人。まずウルドン行け！表記散布 !DLC から埋めたウルドーンあれこれはあまり聞いてないぞそしてこちらもコンパチモーション行ってこいうおこれはあまり聞いてないぞさあ、ここですここだよなやっぱ怖えわ !2 秒スキルね、取ろう。2秒スキル取って、普通の、俺いつもの俺出せばいけるからな。よしやっちゃったのうーなに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 やっちゃったのうーやばい、緊張してるわ。緊張しすぎてる。いや、これで勝ったらあれ、これで勝てるかもしんないじゃん。はいーはいーそれで勝てんの普通負けてるっちゅう。でもこれできたよ、チャンスが。チャンスの順番。チャンスの順番。次はきっと君に来る。AKB やん。AKB じゃん。さあ。で、あと問題はですね、4ターン目、5ターン目。できればね、もちろんですけど、5ターン目までに、とどめ圏内まで削りたいところなんですよ。ということで、あと2ターンで1300か。あ、2ターンで1300は結構ね、割かしいけるかもしれん。まあ、どっかのね、どっかの勇者がね、2ターンでね、2000ぐらい削らないといけないというか、アホみたいなことになってましたけど。さあ、せーの、よいしょ、会心出さないと。あ、勇気溜めちゃった、やべ。勇気溜めちゃった、やべえよ。え、大丈夫これ、勇気溜めちゃったけど。勇気溜めちゃった。本当はね、勇気溜めちゃったら、いろいろときついことになるんですけど。まあ、まあ、大丈夫かな。方向、大丈夫でしょ。まあ、大丈夫だろう。ちょっと怖いんですけどね。あ、え、なんかきついかもしれませんね。避ければいけるから。武闘家さっきの避けをもう一回見せてくれ。誰も避けない。ねえ、大丈夫？避けてくんないの？誰が避けれるでしょ、武闘家チームっていうのは。そうだよ、いけます。さあ、押し切れるか、それともダークドメが走ってしまうか。いや、武闘家だべ。 Y 武闘家やで、ね、なんで、どうした。いや、 Y 武闘家、せーの、あとゴルドン、
うるどん。でもさっきの流れ的にうるどんついけるからね。ここで返し出したらもう終わりだからね。はい。うるどん？うどん？うどん？はい！あ、うどん！もう一回もう一回！うるどん！うるどん！うどん！あー！避けます。なんで避けへんねん。ならばならばとね、さっき武闘家は負けました。魔法使いで相手しましょうよ。火力あるぜ、このチーム。この魔法使いは火力あるよ、とくけど、主人公はちょっと不安だけどね。主人公ドルクマだもんな。こんなことしてますけど、ギガデインで死にますね。鉄球魔人はバズズ持ってギガデインで溶けるような存在なんですけど、まあ大丈夫です。ギガデイン打つターンっていうのは3ターン目と6ターン目になるんですけど、3ターン目はそもそもつばぜり仕掛けますし、6ターン目まで、6ターン目はね、普通に行けばとどめの刺激を打つターンにはなりますんで、はい。まあほぼほぼギガデインは食らわないでしょう。さあ行きましょう。さあ、さっきね、ブルドンチームはボコボコされましたんでね。いや、あれはどっちかというとプレミなのではっていう話なんですけど、まああれはね、気にせずに。はい。気にせずに行きましょう。さあ、同じようにつばぜりで勝てるかも大事ですね。つばぜりで勝てるかどうかは緊張なんだよな。でもさっきあれでよく勝ったね、あのゲージで。むしろ俺なんかマックスとかだとよく負けてないっていう話なんですけど、なんかマックスの時になんかさ、よく負けて、なんだととか言って負けてますよね。いや、なんかフラグ建築したみたいで嫌なんだけど。てか、ダクドが早くね。おいよ、ドルクマ。ドルクマを唱えた。どうかな？あ、いい、いい打線。ね、さっきの流滅剣ぐらい出てんのか。うん、そうそうそう。それで会心出したいね。アドバイスのやつで会心出してこう。はい。会心出せ、ユータやないか。会心出せ、ユータや。もう外し始めたぞ。なんかもう外し始めましたよ。144ってことは、逃げ切りね。280。うんうん、まあまあね。大敵いいよ。威力高いから、それ。当ててこうね。はい、しっかり当てて。ドン、オッケーいいよ。まあまあ、振り回すの方がいいかな。多分。さすがに振り回すの方がいいと思うわ、それは。会心も狙えるし。まあ、大鉄球で行動不能を狙うっていうのもいいけど、さすがに天文学だからな。たまにその天文学が通すんですけど、さすがにね。オッケーオッケー。さあ、つばぜりに勝って止めきりってことは、もう負けたらこのミッション失敗って扱うんですよね。そもそも負けた瞬間、そもそも削り切れるのかって話はありますけど。さあ、いい打点取ったよ。さあ、ドルクマで。だから、会心狙えないんだよな。会心狙えないっていうのはどういうことかっていうと、これで削れんのかな。一回の外しがもう致命傷ですよね。同じパターンで来るね。イテハか。はい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 。そう、一回も外せないみたいなとこあるからね、正直言うと。だからギガデインとかも良かったか？もしかしたら。でもそれやときダブルギガスローがね、多分。はい。オッケー。いやー、250点のか。やるじゃん。さあ、ここ。つばぜりします。ここがつばぜりですね。さあ、勝つかどうか、負けるか。もうやめて。さっきなんかさ、なんだどうとか言って負けるとか言ったじゃん。やだんだけどもう。やだ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 。おお、見て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 、同じ。なんで同じにするかな。勘弁してくれ。さっきと同じなら逆に勝てんじゃねえの。いや、さっきと同じイコール勝てる。イコール勝てるですよ。わかりますか皆さん。ならばとね、いや、さっきはつばぜりで負けただけなんですけど、ならばならばとこれでいきます。ならばならばこの勇者チームでいきましょう。うん、これだったら回収も狙えるしね、うん、こっちの方が打点出るに。さあ、というわけでですね、もう何でもいいわっていう話なんですけど、もう何でもいいっすよね、ここまで来ると。まあ、とりあえず回収を狙いやすいね、キラーパンサーや雨かける竜の剣気、そしてダッシュボムとね、回収も出やすくて威力も高い技なんでね、このあたりでね、うまいことか、やっていきたいと思います。あと、つばぜり次第ですよね。うまいことやっていけ言うてんのにさ、さっきつばぜりあんなことになったんで、あれはなかったことにしましょう、とりあえず。なかったことにします。僕の記憶の中になかったことにします。動画には残ってますけど、皆さん僕の中の記憶には実はあれありません。はい。さあ、行くぜ。会心になってこうぜ。はい、疾風の牙。あ、しょうがないぞ。ギリギリギリ。いいね、ギリギリさん。いいよ。まず、そうそうそう。何？何？いや、ナルトのネジ出てきちゃう、俺。あ、いいよ。まあでも、ブレスだからやっぱ出るね。ラクザイアンブレスが一番通るからね。平均火力は。あ、いいよ。あんまかける竜の剣技。これですよ。これじゃないとね。オッケー！よ、素晴らしい！打点はもう十分ですね。つばせりに勝てるかどうかっす。だから。つばぜりに勝てるかどうか次第になってきました。これは打点は十分、もう十二分に取ってます。これもうこの時点で絶技、まあまあまあ特技がガードしたわけですよね。ここは大丈夫です。つばぜりはやっぱ、つばぜりってやっぱ緊張すんな、こうしてみると。
甲子園と翼っていかに緊張するかやな。あのこう順調な時に限って翼でミスるとかマジでよくあるんで。まあ勝っていきたいと思うんですけど、まあ気持ちで負けちゃいかん。まあ、なんか2回とも同じタイミングなんや。それを意識すればもうちょっと早くやればいいってことやでね。はい。マックスも出せますし。はい。さあ、このあたりはね、あとはね、理不尽に回避されなければ打点は取れてると思います。なんで、まあ、つばぜり次第かなって。多分今から8割はつばぜり占めてるから。いけ！魔獣戦プーガー！かっこいい！いやー、まあ、でも会心でなかったらこんなもんなんだ。よく会心出してね、しょっぱなから。ダッシュボム、これはどうかい？素晴らしい！やべえ、打点取りすぎた。つばぜり合いしたくないレベルだもん。これはもう。これもつばぜり合いしたくないレベルなんだもん、俺からしたら。まあ、するけど。いきまーす。やります。やるしかない。やるしかない。順調すぎるもん。やるしかないぜ、これ。やば。はあ！うわあ！2秒でダメなら7秒だな。7秒で取ろう。7秒で取るぞ。7秒で取る。来たぞ！ 7 秒取ったねー。今画面が停止したように見えたもん俺。これで勝つ。これでもう終わらせる。よっしゃ、終わらせる。この戦いに終わらせる。打点も十分取れてますし、今の7秒はマジで神。数打ち当たるんだな。あとはもうね、あと2ターンで削るだけですよ。2ターンでとどめライン。2ターンでとどめる。なんだったらもう次のターンとどめラインいけるぞ。会心めっちゃ出してくれてんのありがたいね。まあ、このターンは、次のターンは勇気ちょっと待ちつつ、さっきみたいなね、あの、ウルドンたちの恨みを晴らさないといけないんで、もうしっかりやります、ここはもう。さっきもみたいにね、ウルドンたちがやったせいで負けたのもあるから、しっかりやります。大丈夫でしょ。たまんないたまんない。これはたまんない。そう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 。さあ、しっかりやろう。で、4ターン目はね、魔人の方向か凍てつか波動なんで、まあ、方向だったらもう貯めていいって感じですね。さあ、まだ、こっからですよ。ただ、とどめはね、いけるかもしんないね、もう。いや、貯めていい。もう貯めていいですね。もう、ボーダーいってます。凍てつか、これはもうね、勝ったと言っても過言ではないのですか。もうこっから負け筋を紹介しますと、2体外す。2体外して勇気が足んない。もう終わらせます。このパーティーで。終わらせましょう。この戦い。いや、お前らすげえな。普通あたりでこんなもんなんだ。さあ、勇気溜まってもう勝ちですね。やった、勝った。やった、勝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 った。いや、ちょっと正直今回、不甲斐なさすぎたわ。多分、題名、つわせで下手くそシリーズって名前つくね。すいませんね、下手くそすぎるって名前つけよう、この再生リスト。いくぞー、同じ未来見せてやるよ。やったかったー。一人のドリアム動物が久しぶりだもんね、なんだかんだね。よっか、なんさ、すいませんね、下手くそか、ほんと。